疲れた。はい、お待ち。うわ、今日もちょっと盛りすぎじゃない？ダン、それ食べたら今日は早速ひとっ走りしてほしいの。三茶でピックアップ、ニコタマに7時半までには届けてほしいんだって。常連さんの急なお願いなの。言ってもらえるかな。余裕だぜ。それじゃ、いただきます。5月末時点においてヒューガのカバレッジを開始したアナリスト一覧はこちらです。株主総会の準備はほぼ整いました。今日の報告は以上です。これにて失礼します。高太郎、マーキナーは順調なのだな。ライバルメーカー各社はいよいよ骨格型パワードスーツ開発に力を入れ始めてきた。これに対抗する我がマリシエルアクチュエーターの市場投入はヒューガが世界市場を席巻するための大切な第一歩だ。コウタロウ、我々の世界には一番あっても二番はない。ここで足踏みは許されない。マーキナーを必ず東京オリンピックに合わせてローンチしなくてはならない。分かっているな？全て承知しております。高太郎さん、出ました。やつが、ゼブラが出ました。3人で追ってます。今246の西へ向かって。少し流してきます。やっと取れた。アモダン。マッチ、ちっと急がねえと。ダン、今日はちょっと遅かったじゃない。え、そう？
いや、いつもの変なのに生き迎えにもつけ回されちゃって、巻くのにちょっとだけ遠回りし、危ない走りはしてないよ。本当。ダンをしつこく追い回す黒いライダースーツ軍団ね。最近よく出会うわね。出会うって、走ってるとどっかから湧いて出てきてつけ回しやがんだ。ったく、変な奴らさ。246に深夜に起きるポルターガイスト騒ぎあるでしょ？その黒軍団と関わりあるんじゃないかって雑誌も書いてるわ。ダン、あまり調子に乗って変なのに絡んじゃダメよ。上がってるって。いつものように車の流れに乗ってちぎってやるだけさ。246を知り尽くしたこの俺様に追いつこうなんて100年早いってな。いらっしゃい、どうぞ。あら、この人殺し！え？マキナは完璧のはずだ。この俺がゼブラの走りに劣るなどありえん。まったく人騒がせな。あんた謝るのが先じゃないの？大きな大間違いしちゃってごめんなさい。いい加減、マキナ。でね、さっきの話、あなたがヒューガコーポレーションの社員って本当なの？は？本当かしら。そんな格好してサラリーマンだなんて信じられないわ。余計なお世話だよ。証拠見せてくれたら信じてあげるけど。はあ、ほらこれでいいだろ。バカ、何すんだ。苦しい。おい待てったら、俺の社員証があったって、主演さんだっているし無理だって。いや、なんでうちの会社に。おい、何してんの？早く来て。アルバイトやってるって会社に知られてもいいの？あれは頼まれてやってるだけだって。とにかく俺の社員証返してくれ。もう聞いてねえし。おい、ちょっと、あ、今日工事やるって言ってたかな。おい、はあ、ちょっと何やってんだ。現場に、ん？あれ、うちの会社のトレーラーだ。あいつら。情報は本当だった。マリシエル・マーキナ。私、あのスーツの秘密を暴くの。スーツ、秘密？ダム、あのスーツをね、お父さんたちが。あのしつこいリーダーも来た。なんてこった。あいつうちの会社の御曹司だったのかよ。シャッターチャンスよ。マキナ、何やってんだあいつ。
何をしている？ゼブラ？マジ？待て、それは！マキナ、大丈夫か？おい、マキナ、しっかりしろ。
え？なんだって？